はい、ごきげんようでございます。本日はどちらに来てるかと言いますと、はい、初狩りという駅の前に来ております。こちらは山梨県の大月市にあります。そして今日登る山は、はい、高川山という山に登ります。前回のグレートトラバースではまだ冬山でしたが、なんか一気に暖かくなってきました。それでは早速行ってみましょう。グレートトラバーススタートです。いつの間にか強い日差し、制服を脱ぎたくなる。海へ行こうなんて予定、クラスメイトたちと話。おっと、コースが分かれております。男坂、女坂コース、沢コースとあります。ここは男坂、女坂コースを選びたいと思います。男坂、女坂ってジェンダーとか大丈夫？ LGBT とか。おっと、男坂、女坂コースと分かれました。ここ男坂とコースを進みます。男坂はジグザグに急登しております。おっと、でかい岩が出現しました。おっと、ロープ場です。ロープがあります。ロープはアンネッサリー。あっと、辺りが明るくなってきました。あっと、頂上はまだ先のようです。あっと、ここは何ですか？はい、ここが高川。それでは下山します。夕暮れのグランドで一人、ピッチャーゴロに全力で走ってたあの日。間に合う間に合わないは生きる答えじゃなく、僕のイノセンス。弁慶市、弁慶市というらしいです。なんかどこにでもありそうな名前です。はい、というわけで今回は山梨県大月市にあります高川山という山に登ってきました。初狩駅方面の登山口からはかなり急勾配が続きます。脚力に自信のない人は時間に余裕を持って登るようにしてください。それではご視聴ありがとうございました。バイ。ちょっと人多かったな。おっと、神社があります。登山を終わってしまいましたが、ちょっと安全登山祈願をさせていただきたいと思います。登山終了。